非営業の、はい、自営業ですあ、やはり親にそろそろ手伝ってくれと言われたので、はい、あ、まあ、そうですね、純粋にやってみれば、あ、魚あ、本当に高岡弁の用語が多くてわけがわからないあ、まだまだ技術は足りないと。そうです、ちょっと見積もり失敗しました。あ、新しい自分の技法をやりたいですね。あ、まあ、小さい会社ですけど、これからも目いっぱい頑張っていきたいと思います。以上です。あと個人的に僕一番気になったのが、はいはい、おにぎりの部分、魚好きなんです。魚好きです。なんか昔からよく魚食べてます。渋いです。あ